こんにちは。SK489 S19 歳の長坂です。今日はもう信じられないくらい動いたんですけど信じられないくらい食べたのでもう何を食べたかとかどこへ行ったかとかは今後多分アメブロでご紹介するのでお楽しみにということで。 改めまして皆さん今日は4周年高野菜ワっしょいに来ていただきありがとうございますあ今日はメイクしてますでももうだいぶ落ちました、はい、2時間やろうかなとかも思ったんですけど24時までやってもみんなが疲れちゃうだけだし。 まああのー、話が盛り上がったらね延長する可能性はあるので、まあ、そこはアディショナルタイムということで今日はみんなでアイスを KP していきたいと思いますが皆さんアイスは準備しましたでしょうか信じられないくらいかじけん食べたポスト回ってきたよ盛り上げていこう盛り上がったみんなが話盛り上げてくれたら延長するかもしれないのでよろしくお願いします 忘れたうん音では皆さん片手にアイスクリームを,を持ちましょうそれでは乾杯の温度を取らせていただきたいと思います毎日アイドル4周年そしてチョコミントを誕生に向けてこれからの ますますのご発展を共に願って <laughs> いきましょうケンピーイェーイ乾杯乾杯ということで今回はトリプルポップにしましてチョコミントとポッピングシャワーとマンゴー単語にしましたでは人生初チョコミントを食べたいと思います おい、えー、しいかなチョコミントっておいしいかなは人生ガチガチで人生初チョコミントだからみんなよろしくいただきます硬い硬 <laughs> いまだえスプーンが刺さらないよみんな <laughs> 全然刺さりません,なんか見た目は結構ダメ <laughs> 緑好きなんだけどねちょっとでも美味しいと信じて食べますよし来ましたおなんと刺激的な香りいただきますかじれるわけないでしょ中坂さんがアイスクリームをいただきます なんか新たな出会いじゃないえなんか新たななな出会いいじゃんかあっ新たな出会いじゃないえっすごいなんか涼しいのと甘いのが同時に来る感じえっ味しいかもしれないなんか。 すごい鼻からミントが抜けてくで <laughs> 歯磨き粉ではない全然甘いですねチョコ感が強いかもなんか意外となんかミント感強そうだけどチョコ感の方が強いうん、なんか嫌いな要素はないかもしれないうんないかもしれないおいしい いいねでもなんかあえてチョコミントを選ぶかって言われたら私は選ばないけどでも全然嫌いじゃないからあれば全然食べるって感じかな新たな出会いなんかそんなインパクトはなかったかもみんなが言うほどの <laughs> うんやんか。か チョコチョミ強すぎてチョコチップ食べてるみたいな感じ美味しいただもうカッチカチもうスプーンの持ち方がすごいもん正直ねうんうんもうほんに美味しい うんでもなんかそのこの涼しい感じもなんか嫌いじゃないです来週の土曜日は FC 岐阜のイベント楽しみですということでもう FC 岐阜が本当にピンチなんです皆さん <laughs> 皆さんの応援がないと多分勝てないからみんな来てください全然笑ってられないくらいピンチ もうなんかさもう怖いよね <laughs> 全然ねカップがもう変形しちゃうもんあやばい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 。 ちょっと待ちます今チョコミント食べてますちょっと待機ね一旦美味しかった普通にあチケット買いましたそうあの監督がね上野監督がこう退任辞任されてからあの天野監督って方が暫定監督としてあの活動されてたんですけどあの 一昨日くらいからあの正式にトップチームの監督として就任することが決まりましてそうなんです本当にどうしようどうしよう4時販売完売が遅いでよかったね皆さんのおかげですありがとうございます あ、再冷凍したからカチカチなるほどね今日は玉銭も食べましたしもうここだけの話玉銭だけじゃないんですよあれもあれも食べたしこれも食べたしあれも食べたしこれも飲んだしあれも食べた赤ちゃんに会えるだけで試合前にすでに勝ちみたいなもんちょっと勝利の女神になれるように頑張りたいと。 チョコバナナのアイス美味しそうじゃん4時1枚も当たらなくて号泣それは号泣すぎえ庄、ー、司選手頑張ってますよキャプテンですから頼れる一1人で行きました食べ過ぎてるでもお昼ご飯ってお昼ご飯は食べてないのお昼ご飯はたませんだったみたいな でもどうですかでも次はそう荒木大吾選手っていう京都サンガから期限付き移籍この完全移籍だっけいや期限付きだったような気もするんですけど、まあ、とにかく J1 から来られた選手なんですけど荒木選手ほぼ毎試合スタメン出場されてて多分いなかった試合12試合くらいしかないんですけどそんな選手がですね累積イエローで次節出場停止ということで誰が 左のサイドを駆けめぐか上がってくれるのかという完全か荒木選手は誰が駆け上がって駆け抜けてくれるのかというところがもう本当に心配ですけどポッピングシャワー食べたいと思いますポッピングシャワーを買うのはもう10年ぶりくらいですああ うまいうまいポピングジャワーってこんなに美味しかったのなんで今まで食べてなかったんだろう食欲の秋ですよ4時だいぶ外れてしまった 私も初めてツーショット申し込んだんですけど当たりませんでしたツーショット申し込んでくれたのありがとうアイス2周目やばい <laughs> いいねミスドのチョコバナナえチョコバナナやってんの今ヨーグルトはおいしかった玉銭はエビせんに卵とソースとチーズをのってました私のはシャチモナカに玉銭があったわけじゃなくて今日シャチモナカさんが名古屋城で行っててるグルメパークの アンバサダやられてたので行ってきました、うん臨場感の MV が天使すぎるありがとう一部の握手なら買えるかなまだわかんない私も全然わかんないんだけど5時販売が始まったら是非ならへんでゲッツしていただけると嬉しいですチーズ味だよ <laughs> えー、レバニラうん食べたことないわレバすごいパチパチしてるトロ返し食べたことあるよ小学生か中学生の頃にね食べた感動したねうん、うん、パーキングは負けがないのうん食べたことあるんですけど いつも違わないランジの、ね、うまい、えー、ブラックサンダーコラボも気になるお腹か椅子でも出してくれるんじゃない来年の夏とか今年やっぱクズバーガー大人気だったじゃないですか来年に期待うんマンゴーはさっぱりしてておい美味しい うん、せっかくね行ったんですけど名古屋城にあれなんですよ玉銭しか食べてない藤本中さんといっぱいお話ししてたらだいぶ時間が経ってしまって10月1920の一部は全滅ありがとうございます皆さん会いに来てくださいあこっこちらチョコミントですリエムは読んでる時もありますふふ <laughs> だいぶ日付が空くときもあるけどたまに見れなくもなるけどくずばい4つ食べ終わった今日1日で食べすぎじゃないだってさえあれでしょカジケンなんか29杯くらい食べてなかった今日みきちゃんときょっぴーがさ1日店長してたじゃんみんな行った人 みんな純情は聞いてくれてるんだねありがとう初恋を思い出すなるほどねうんレモンケーキの恨みは深いですから皆さん気をつけてくださいさっきくるみんがみやさんと毎日会えて嬉しいと言ってたん何それもう大好き <laughs> くるみん大好きなんだけどどうしたらいい 長ちゃんカード欲しかかかったけどままだチャンスありますかですで全然あると思います仕事の予定決まったから買おうとしたら一枚も買えなくてさすがに汗汗してる大丈夫5時で絶対にあるよでもなるはやでゲットしてくれると嬉しいですうん <laughs> 今回幕張がね全然ないからねええクレープダメだよみも あ他のレンの字で買って帰ったのさすがありがとうねマンゴーめっちゃうまいどんなタイがあったのいろいろありました肉巻きおにぎりとかクレープもあったし玉銭とか手羽先味銭なんか他にもいろいろありましたすごい美味しそうだったけど玉銭しか食べてないみんなはぜひいろいろ食べてみてください、うん、久しぶりに名古屋でおいしいやうんうん今日 そのグルメパークに行ったんですけどなんだっけ名前忘れちゃった思い出せ私ヒロインズフェスっていうフェスをやってたのねヒロインズフェスってなんだろう調べたらヒロインズっていう事務所の所属してるアイドルさんたちが出演してるアイドルフェスだったんですけどなんか名古屋城に入れば遠目でも見えたんですよでたまたま私が行った時にアイライフさんっていう 私のお友達も iLife イイにいたんですけどもう9月に、ね、の頭に卒業しちゃったんですけどその iLife イイさんのステージやってて iLife イイさんって今めちゃくちゃ TikTok とかでバズってるしもうなんかすごいなんか見れてめっちゃ嬉しかったのいや生 iLife イイだみたいな。 でもなんかそれと同時になんかやっぱこういうアイドルになりたいなってめっちゃ思ったしなんかうちらも名古屋城でめっちゃライブしたいしっていう話をめっちゃ社長なかさんにしました私たちも名古屋城でライブしたいんですみたいな私たちも名古屋城でめっちゃライブしたいんです私,私も社長なかさんに言っても多分どうにもならないんですけど社長な中さんにめっちゃ言いました <laughs> そう。 だかからなんかすごいアイドルのフェスがね、まあ、遠目ではありましたけれどもなんか見れてなんかすごいすごいなって思いましたみも今日カジキン食べれなかったんだよねそう幕張もありがたいことに完売出てて嬉しいですルカさんの写真集はまだ変えてないですそうあでも行った方もってるいるしいら知らなかった方もいるんだね トッピング29は丼に入ってることに衝撃を受けましたねレモンケーキぜひクルミンマジでかわいい <laughs> マジで大好き愛してるみジちゃんのこと好きなんやけどどうしたらいいって聞くような質問やんいや本当に 最近やってないんだけど、こう顔をこうぶにゃって潰したくなっちゃう。かわいい。なんであんなにまんまるなのにかわいいの？なんか私も結構顔はまんまるな方なんですけど、なんかクロミはなんかかわいいの。 って男女共用なのいや別にあの男性がどんなお洋服を着ようが女性がどんなお洋服を着ようが私はいいなって思うんですけどまあそれを着こなせるっていうのがやっぱもうファッションマスターみたいなのではないのでしょうかそうそうそうアイライフそれですアイライフ見てすごいってなりました公園来てください 初めて知りましたアイライラフに、まあ、あのちょっと前9月の頭にね卒業ライブしたんですけどすずめなのちゃんって方がいらっしゃってすずめなのちゃんはお友達だったので、あのー、一緒に劇場に行ったこともあるようなお友達でした <laughs> そうであの卒業しちゃったので、あのー、今回なのちゃんはいなかったんですけど、あのー、見てきました そうなの。そうなのリーナちゃんとあざずのお祝いの写真にくるみんがいたのはいやあのー、たまたま S と E の楽屋が横だったのもあって、あのー、それで多分呼びやすかったのもあるし多分,お多分サプライズしようってしてる時にくるみんも一緒に来てくれたからかなと思います。キョッピーがいなかったのはキョッピーと S のキョッピーっていうか K2 の楽屋と S の楽屋がすごく離れてたので。あの いいなななかったみたみそんな感じです <laughs> だからのキョッピーを呼ばなかったとかじゃなくてたまたまあのサプライズのところにくるみんがいたみたいな感じかな <laughs> そうそうマジお顔がもぎゅーってしたくなる気持ちわかるよねそういえば今日パパ坂さんから「ラジオでまたネタにしたやろ」とか言われたえめっちゃ言われましたああ一緒に聞いてたから今日 <laughs> そうカヌレに笹団子風気になるね ちゃんもまんまるで可愛いよ本当にありがとう「もう中坂でメール読まれて心拍数上がって順序川と三の川渡りそうになったすごいいろいろ詰め込まれてるけどとりあえず三の川渡らなくてよかった <laughs> 皆さんまたお便り送ってくださいアイスまだ食べてるもう溶けてきちゃっただいぶこれマンゴーですうんあさっての あさってのその今日名古屋城であったフェスデーはあのみんな気になってるんじゃないかなアンコールのういちゃんも出ます <laughs> ぜひチェックしてみてねそうそう おいしい,おい,しいあそうののさんも会えるかもしれないマジで三んの顔渡りそうですよちゃんと寝ないと寝るの大事だよみんなに今からちょっと力説するんだけど 人ってなんか寝るのも大事だけど私が人間において一番大切だと思うことって食べることだと思っててやばいいい話したいのに喉がパチパチしすぎて集中できない人が人生で大切なことって食べることだと思っててなんか食べるから動くし動くから食べると思うんですよ 食べるから元気が出るから元気が出て動くから食べるわけじゃないですか。で寝るのも人間ってすごくカロリーを使うじゃないですか消費するじゃんエネルギーをね。で,でもこれも食べてエネルギーを貯蓄しておかないと寝れないわけですよ。わかりますかだから人間っていうものはあの食べることがとても大切なんです。中坂がこのすごいた 大変なね今リハ期間だったんですちょっと落ち着いたんですけどもうこの大変なリハ期間を乗り切った原因というか理由大きな理由は誰よりも食べていたからだと思います本当に食べることが大切です皆さんご飯を食べましょうご飯食べないと寝れないしご飯食べて動かないと寝れないしみたいなやっぱ結局ご飯食べることが大事なんだよねもりもり食べましょうもりもりはい まだ中行ったことないじゃあぜひ行ってみてください食べることは大事です<ソ>食べすぎると寝れないっていう感覚がてか寝れないっていうなんか覚えられなくて寝れなかったんだよねとか。 なんか焦っちゃって明日が不安すぎて寝れないとか明日が楽しみで寝れないとかよく聞くじゃないですかもうその感覚が分かんないの寝ること大,事だ、ね、大好きだから寝るのと食べるのが大好きな人だから寝ないとやっていけないし毎日だからもう寝れないっていう感覚が分かんない毎日毎,毎日何時間も寝たいみたいなそんな感じです「ね耳ひのラジオ聞いてくれたのありがとうございますあいこにあいこに。 そうそうもりもり食べましょう皆さん健康診断に害がないくらいにね健康診断であの怒られた人はあのいっぱい動いてください 失礼しました。四周年も振り返りたい。うん、なんか。中坂とアザーズと、なみちゃんで。あの。ユニバ行った時も、二時とかに <laughs>。決まったんですよ。行くことがね。結構恐ろしいじゃん。ね、なんか二時に決まって、でも集合が。 もう始発とかだから六6時半とかだったの <laughs> まあ普通に考えて新幹線乗るまでに4時間とかしかないけど私は寝ました寝て2時間だけ寝て起きていった <laughs> それくらい寝,寝るのが大事私にしてみればめちゃめちゃばちゃ聞こえるよね はい寝,寝るの本当に大事なんでみんな寝てくださいお願いします寝て食べてください中のですでも全員で名古屋から大阪の間でで寝てしまって新幹線で。 危なかった <laughs> みんなが目覚めた時ちょうど大阪で新大阪でマジで「いやっ降りなきゃ降りなきゃ」って言って降りましたなんか開く,く音で起きたトン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 みたいな音で起きてよ,よかった起きれて。 イス,スクショ回ってきたけどあゆけぴょんとさつきちだったかわいすぎるやろがい,い完食ごちそうさまでしたいつもアイス食べてて苦しそう苦しいでも美味しいアイス美味しい アイスも食べ終わったところでるそろそろショールームの話でもしようかなと思うんですけどなんか質問あります逆にショールームについての質問ありますか口の形が可愛いなんて初めて言われたんだけどありがとうございます嬉しい口は小さめですなんか顔に立体感があるのか立体感がないのか分かんないの 頬骨は高いけど鼻は低いからイヤホンはいつ買いますかイヤホンはでも,も充電器も今壊れて,てないので同時に買いに行きたいと思います今日バイトで一緒だった人にかじ券ん勧めておきましたありがとうソーショールームの質問がいいな毎日配信どこまで続ける 続続く限りは続けていいいきたいなと思いますね普通に何か別に目標があるわけで毎日続けてるわけじゃないけどまあ皆さんが毎日楽しみにしてくださっているので続けてるって感じです。<laughs> 献血のためにたくさん食べます。イヤホンは早く買います。4年前どんな配信してたか覚えてますか覚えてますよ。なんかそもそも4年前がどんな配信だったかはちょっとあんま覚えてないんだけど悩、ねね、めって4周年記念ね。 半年前くららいなんですよ3月からやってたのでで毎日アイドルをでたった2日配信を休んでリセットされてしまったので、ま、実際問題3月くらいから毎日配信してたんですけどもう始めたての頃は毎日お化粧して髪型も毎日変えておしゃれなお洋服を着て毎日ダンスを踊ってたり歌を歌ってたり企画をしたりかるたをみんなと作ってたり SKE カフェを開いていたり公演やったりみたいな感じで独創的なアイディアにあふれているそんな。 初期でしたね毎日アイドル始めた頃はもうコロナ禍で本当にお仕事も学校もなかったのでもう暇でしかなかったんですよだからできたことかなと思います今は本当にみんなのコメントに救われてますありがとうございます覚醒前の覚醒前って何ですか覚醒って <laughs> 続けられる秘訣は、まあ、みんなが待ってくれてるっていうところとまあ4年も続けたらもう今更なんか途切れさせるわけにもいかないよなみたいな気持ちもちょっとありますけど まあでもみんなと、ね、話すこの時間が楽しいので続けまーすそんなお給料のお話はちょっとできません <laughs> 面白い今まで一番衝撃的だった話題はえ何、ね、だろう衝撃的うーんなんだろうな、うん、大喜利配信かなみんなが私への当たりが強すぎて衝撃を受けました思い出の配信なんてありますか思い出の配信はパリオの配信期間かな 珍しく企画をいっぱい考えて何時間も配信してたのがすごい懐かしいし1年前の話なんですけど思い出かなと思いますみんな達成できたのでねフフッ山坂さんやパパ坂さんはいつもショールーム見てますがどんな感想を言われますか感想なんて言いませんギフトだけ投げたらもう見てませんからあの人たちコラボ配信はしないのしてくれる人がいれば随時やっていきたいと思います パパ坂さんが出てくれる予定はありません絶対に出ないでほしいからでもいつもここに居座ろうとします最近企画配信があまりない気がするけど予定はあるないですねもうとにかく今はコンサートのリハーサルなどで忙しいのでショールームをこう確実に1時間以上できるっていう拡張、まあ基本的にこの時間ならできるんですけどあの体力とかともあの,あの次第によっては全然できないのでちょっとコンサートがとりあえず終わるまではないかなって感じですね い平日の朝配信は何時起きだったの ?7 時半からやってたので、まあ、大体7時15分から25分の間に起きてました生前田社長はどうやったすごいなんかスタイル良すぎてなんか私の方がデブっチョでした毎日配信ってネタとかいろいろ考えるの大変じゃないでもなんか中坂のショールームは企画系じゃないのでもう基本的にみんなと私の喋りたいことを喋って盛り上がってるって感じなので。 みんなのみんなが企画系が見たいというのならもうちょっと時間ができた時に考えたいと思います毎日配信のチケットはねまだまだいっぱいあります3回くらいコロナになっても続くくらいは思ってます一番大大変変だだっったた回回はありますか大変だった回でも一人ライブみたいなする時はあの楽曲を自分でつなげてたんですよこうなんかね音楽プレイリストとかで かけると、なんか空白の時間が空いちゃうじゃないですか。それが嫌すぎて。自分で曲を。つなげてたので、なんかそれを作るのはすごく大変でした。はい、すごいことやってるありがとう。<laughs> その頃見たかった。その頃はもう。時間と、やっぱ若さが <laughs> ありました <laughs>。そう。 記念日とか楽しい配信できるよね。そうでもなんかなんやかんやで。なんか結局まあ4周年はさすがに年一でしかないからお祝いしようって思って。今回こういう感じの配信してますけど、なんか昔ほどまめに配信は何て言うんですか？豪華な配信はしてないかなって思うので、そこはちょっと反省ですね。今後一人公演とかフリー配信やる予定はありますか？皆さんからのリクエストが多かったら、もう少し時間ができた時に考えたいと思います。とりあえず今年いっぱいは公演とかはないと思います。 ドア前のでの配信はなんでやめたんでしたっけ？元々なんか部屋の模様替えとともに配信価格をいろいろ変えてる人なので、あの部屋の模様替え等々です。いつから毎日配信を意識するようになったの？元々ショールーム休期生がショールーム始めた頃もう三ヶ月毎日配信をしてたんですよ。でも学校行事で途切れてしまってそこから全く配信を逆にするしなくなりました長坂は。 でまあ、コロナ禍になってお仕事が本当になくなってしまったので、まあ、これを機に始めようっていうことでコロナ禍から毎日アイドルをし始めましたねその前は結構すぐにやめたりしてましたねしてましたね本当にそう4周年おめでとうありがとうございます後ろは治ってませんそういろいろしてました <laughs> もっと早く出会いたかったですか でも全然今の中坂の方があの美女ョイんでちょっと太ったけど <laughs>。 昔はももたの配信意識してた意識はしてないですねももたんのスタイルはももたにしかできないと思ってたので尊敬はしてましたでも意識は別にしてなかったです中坂はなんかももたんはすごい企画が強かったっていうか企画系が本当に面白いしアイデアマンだったと思うのでもうすごい面白い曲をいつもやってるなと思ってましたでも中坂は逆にこうショールームで話すことでどんどん自分の中でトーク力が上がったなって感じたのでやっぱ話すことメインになるコツの方が多くなりましたね はいえー、配信で作成された数々の名作は全てあのもうゴミ収集車と共にバイバイです一 <laughs> 個も撮ってません <laughs> 10月4日は毎年どこに行ってるんですか今年は福岡かなモーターの企画力は本当にすごかったなと思います アユメロさんも毎日配信してますがライバルですかでもなんか今 SK48 で毎日配信してるメンバーでなんかこう1時間まるっとやるメンバーって意外と少ないみたいなのでなんか別にライバルだなって思ったことなんても全然ないですけど <laughs> なんかでも皆さんこう皆さんのためにあのメンバーの皆さんもファンの皆さんのために毎日アイドルしてると思うので楽しんでくださってたらいいなって SK として思いますはい中坂さんのこと好きだろだろ その壁をバックに踊ってたのを見てました踊ってましたね泣かなくなってよかったもう本当にめちゃくちゃ昔は荒ぶってました学校の先生に怒り散らかして <laughs> ファンの皆さんに泣かされて劇場公演にって立てなくて泣いてみたいなもう泣,泣いてばっかでしたね今後ショールームイベントあったら参加するということで今後ショールームイベントあったら参加するかしないかって言われたらほぼ確実にしないですはい そうだね、布団かぶって泣いた時もありましたね最近泣きました君ショールームで4周年おめでとうありがとうずっとその部屋基本的にはたまーにね移動する時もあるんですけど基本的にあのこの部屋でやってます大天シミューリー配信って何ですか名物コーナーとかあったのであったのですかということで「名物コーナーか」 でもありましたねコロナ禍の頃はなんか運動不足解消とか言って毎日最後に踊る時間があったんですよでその時はもうちょっと広い画角で配信してたんですけど毎日1曲踊って終わってましたそうランドセル配信の思い出は意外と結構記憶から抹消してるのであんまないです配信途切れそうになったことはあったの あのチケットが導入されてからは一度もないですねもう本当に便利な機能だと思いますで <laughs> もチケットが導入される前にも2回毎日アイドル途切れてる人なんでそうなんです「キャンキャンルームの思い出は「キャンキャンルームの思い出はもうとにかくモデルのななみさんの顔が小さすぎてもうスタイル良すぎてなんかああ」って思いました「ああ私もこうなれるように頑張ろう」って思いました松坂屋でのショールームは出てたちん日ちこっちに出てましたね 桃とか川島とか家だとピオスとかともにやりました <laughs> 懐かしいコラボ配信ってまた難しいんですよねなんか台本とかあったらやりやすいけどさ台本とかないと結構難しいんだよね同期とかなら何言ってもねなんかいいけど特に先輩後輩だと緊張しちゃいます 名古屋のおすすめを40分間話し続けたのはびっくりしましたもう名古屋とサッカーと地下鉄の話だったらもう永遠に喋られるのでまた聞いてください 十分楽しいいいいからら無理のない範囲でゆるゆるる配信続けてくれたらいいよありがもう壁に膝蹴り配信なんてこのルームを見てる皆さんの中で見てくださってた方なんてもうほんと10人くらいしかいらっしゃらないと思うんですけど昔フルーツ飴を作るっていう配信をねやってたんですよリビングで、まあ、その時になんか何を思ったのかあわ大慌てしてあのキッチンの壁に膝蹴りをかまして大号泣するっていう配信がありました懐かしいね そうランドセルサードはありますかやりたいけど今年はないかなと思いますまたまだピンクのモホモホの服ありますかあります今年の冬もおそらく登場するでしょう配信始める前に何かルーティンある、うん、ここの冷房をつけることくらいですかね <laughs> そうランドセルサードはまあ、来年以降かなというか、ね、今年はなさそうですもう結構忙しそうなので <laughs>、はい、他のメンバーの配信で参考にしたり影響を受けたことはありますか 他ののメンバーの配信で影響を受けたこことととや参考にしていることはほんどないいと思います結構中坂オリジナル配信って感じ他のメンバーがしてないようなことばっかしてますね私は配信ではフリー配信がまた皆さんが見たいのであれば検討します、はい、編集は楽々ですねそんなことないよ全然誕生日の契約が一番の思い出ということでありがとうございますそう言って子供契約もなんかいつからできたのか分かんないんですけどいい,いいイベントになりましたよね 毎日, 21, 日21時はありがたかったですもう正直22時までしか配信できないっていう中だったので21時からしてたんですけどもう意外と s k って22時くらいまで何かしらの番組とかをやらせていただいてることが多いので今はちょっと22時以降にやらせていただくことの方が多いかなと思います大富豪配信の予定はパパサカがスマホ返してくれたらやりますハニト配信もまた待ってますじゃあエゴさんにハニトもう一回出してくださいってお願いしてください 部屋の模様替えもこの4年間の間でもう34回ぐらいありましたブンブン2号はどっかにいると思います <laughs> またあおり大富豪したいですねパパ坂さんにスマホ返してって言っといてください <laughs> 自分ショールーム公演のお見送りで赤ちゃん見てるだけで下目でゆっくり話したから5時で変えたらということで <laughs> ルーームコル園のお見送り中ちゃん見てたけど初対面でゆっくりお話できたら5時で帰ったらということでぜひ遊びに来てください配信で作ってた誕生日ノートってまだありますかありますよパフォサカさんのパソコンの上らへんに置いてありますファンの方のお誕生日のお祝いは割と最近ですなんかお祝いはしてたと思うけど契約し始めたのはもう最近です12年くらい今年は大天使ミューリンは松川みゆちゃんに行くかも いや松川みゆちゃん大天使ミューリがないかもじゃかんないですけど多分松川みゆちゃんのことなんじゃないですか忘れた頃に英語禁止配信またやりましょうねやりたい英語禁止めっちゃ強くなったからマジで1年目も3ヶ月連続配信が途切れてもそれなりにショールームしてたと思ってたから意外結構でもやってなかった方だと思いますもう全ての SNS において怠惰してました大反省1年目の中坂さんでもなんかそれを踏まえての今があるかなって思います モンンブラン先生は全く会ってないので中学卒業してから分かんないですはいひえこさん登場が原因あそうなんだだそうですそうなのそうなのダジルレ大会行わないですゆずぽさんは長いんだねへえー 1>, 1位のミュージック1位にミュージックドクドクなんですかドクドクドンはちょっと分かんないですね何きっかけだったかなかちゃんはコメントからの話の広げ方が上手だといつも感心しています嬉しいありがとうございます添えていていただけて嬉しいですわよ,わよわよわよぼさんは1時間やってるんだねあー確かにさんちゃん毎朝やってるわ確かに他のメンバーの配信で面白いって思ったメンバーいますかなんかそんなショールーム他のメンバーの見ないから分かんないけど うんでも12期はやってることがたまにはちゃめちゃで面白いなって思います「どすこい」とかすごいよねあんまちゃんと見たことないけどでも中坂はミレイちゃんの初期の頃の配信めっちゃ好きで見てましたねじゃあミレイ公演めっちゃ見てた次は選抜入りの KP もしてみたいな KP しましょう絶対 あサッカーは熱く語る回も好きですありがとうございます踊る時間ありましたそうそういろんな名言が生まれましたね確かに名言が生まれてるのも全てショールームかもしれない <laughs> ギフト早読み名物ですねありがとうございます卵焼き握りが一つ消えた卵焼き握りではないです 年末に公園出れずに泣きながら笑ってたのが印象的でした。そんなこともありましたね。もう今はエス公園。フル出場ということで、フルスターメンでやらせてもらってます。<laughs> そうそう。壁に膝蹴りしたんですよ。地下鉄なら自分も地下鉄大好きというか、鉄道自体が大好きと。 生まアナンちゃんとコラボ配信したっけなんかした記憶もあるでもなんかわかんないコラボ配信いろいろしてるんですよ意外とマキコさんとかともしたことあるんだよね実はそうそうなんだよねファンの皆さんを巻き込みながらっていうのが難しいのお互いで流れてるコメントも違うからねグランパス好きですエアー生ガきは割と最近ですけどあれも秘めたんです私はできませんエアー生ガきは。 壁に膝蹴りのインパクトは強いねと,いうことでもう信じられないくらいのサイズの,ひあ,のあざができて本当に動けなかったコロナ禍はさんざんでした膝蹴り膝蹴りで膝は動かなくなるしぎっくり腰は起こすしで運動不足って本当にダメだなって思いましたミューリンへのリアクション4月10日以来ですそうなのミューリンって何ですかそうそうショールームって続けたら人気出ますか後輩におすすめですか うーん,なんか好きで続けてなんか好きで続けるっていうことがやっぱ大事かなって思います私はしゃべることが好きで、あのー、家には誰も私の話を真面目に聞いてくれる人がいないのであのショールームできるショールームくらいしかあの皆さんくらいしか真面目に話聞いてくれないのであのショールームであの一生自分の話をしてるのが好きだからすごい楽しいなって感じるんですけどなんかあるじゃないですか得意不得意っていうものが。 からも自分がショールーム得意だなって思うなら絶対続けたい続けてそんなことはないかなと思います。のびのび配信してる中ちゃんが好きですありがとうございます。契約当初は否定してたのに、はい最初は誕生日プレゼントだと言い張っていましたが今はもう契約と呼んでおります。今は22時22時からとかとても嬉しいありがとうございます。記憶に残るなんだろう星はちょっと読めたり読めない時があります。 NG ワードとか面白いこと考えるよね NG ワード結構楽しくて私好きですねかまぼこななしいなりんはでもだいたい家に届いた時くらいから登場してるので私詳しくは知らないんですけど知ってる方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないですね「す <laughs> のなかちゃん」が見られるのがいいよねはいあの「すのなかちゃん」じゃないんだよみんな知ってたこれも子さんファンしか知らないんだけど「すのなかさか」じゃなくて「すのなかさかなのでまあ詳しくは素中坂「すのなかさか」で検索検索 <laughs> 出るかわかんないけど <laughs>。 来年の誕生日の日またぎ配信にしたいことあるお酒飲みたいけどショールームお酒ダメなので何だろうなな,な,な何したらいいと思いますか <laughs> 誕生日の儀式が楽しみなので10月4日までは配信継続してくださいががががが頑張るよでもコンサートの日って逆にまた難しいんですよね配信する時間がそうそうみゆちゃんがやってなかったらショールームすら登録してなかったと思うっていうことでありがとうございます 嬉しい3連単予想は去年の12月1日とからしいよ英語禁止はマジ最近超得意最近英語禁止をよく CBC ラジオさんでやらせてもらうんですけど企画で結構強いと思ってるそういえば最近アイスの口づけ聞いてないアイスの口づけが皆さん伝説の歌っていうのも知らない方も絶対いらっしゃるもんね中坂さんショールームやらかしたらアイスの口づけ歌うんで大体 <laughs> みんな知らないだろうな 3連単貯金はもう今年の冬に何やるかあのまた1年経って何やるかをまた発表したいなと思います冷蔵庫の USB はもう全然使ってないですひやこさんのお掃除はしてるのかな、まあ、まさかさんしか知らないです契約は確か3年前くらいそうなんだここまで来たらもう23時前かもわじゃあ延長アディショナルタイムかな滑舌が良すぎてびっくりしましたありがとうございます最初は誕生日を祝っても契約じゃないって言ってたけどいつの間にか契約になってたそうなんですよね みれいちゃん同じですねミレイちゃん「どすこいはブログもすごい」えミレイ公演を見てたミレイ公演の頃見てましたミレイちゃんに伝えておきますというかミレイちゃんそうミレイちゃんの配信めっちゃ見てたなまだ新参者の私はクリスマスのチキンカット配信がヒヤヒヤしてすごく記憶にある <laughs> あれはもう本当に事故でしたよねでもギリギリ多分テレビでやったらカットされてたと思います <laughs> 誕生日契約の元になったファンのプロ不調とかまだあるんかということで あるかもしれませんよニヤニヤミレイちゃんの紫のランドセルだっけそれも懐かしいよねそうそう中ちゃんコメント読んですぐに反応できるから頭いい子だと思ってますありがとうございます実は地頭がいいんですよこれは靴下ではなくシャチですシャチ保護ですミレイちゃんが勉強してるだけの配信を眺めていた記憶がある勉強ショールームでしようだなんてなんていい子なのでしょうか昔は笑いながら泣いてたねということで。 選抜メンバーは毎日ショールームしないイメージだから中ちゃんもいつかはということもう長坂さんはすると思いますけどねもうなんか今更やめられないもん普通にくるみんとコラボ配信したら可愛いしか言わなくてくるみんが困っちゃうからサッカー代表戦の実況配信はすごく楽しくて今後も続けてほしいありがとうございます SKE の鉄人と呼ばれる日も遠くない本当に <laughs> 今だから笑って言えるけどその時閉まったって思った配信はあるたくさんありますよ パパサカさんがパンツで写ってしまった配信があの一度だけあったんですけどもう終わったたと思いました <laughs> もうこれはもう今だから言えるんですけどもう何年前かわかない3年前くらいにパパサカさんがパンツ姿で写り込んでしまった配信がこんなに終わったと思いましたそうそう。<laughs> 放送今でもコンサートの対比名前ないとか出番が自分だけ忘れられて少ないとかありますか最近は少なくなりましたね <laughs> はい真面目に聞いてるとは限らないけどまあ、確かに意外と聞いてなかったでもショール,ルームは一方的に喋れるからいいやん <laughs> はい「読まないです」 中坂さんの配信はコメントから広がりがあるから楽しいのですということで、ありがとうございます。嫌書きコントは定期的に見たくなる本当に？そう素の中坂です。素の中坂。あゆかぴょんに中ちゃんは一人っ子だから毎日配信してるんだよって言ったらめっちゃ笑ってた。<laughs> まあそれもあながち間違ってはないかも。 俺はショールームで中ちゃんを好きになったけどそういう方が多いんじゃない多いですね。中坂の,あの中坂を知ったきっかけがショールームっていう方は本当にたくさんいらっしゃるのでやっぱショールームは続けてきてよかったなって改めてそういうところでも感じますね。そうそう。睡眠時間長かった。そう、JK 時代は22時に終わってたのでね。そうそう。あ酢の中坂です。酸っぱい酢の中坂です。そうそう。 アイスの口づけを歌うと映像倉庫に残らないののアイスの口づけだけじゃないんだけどねカラオケすると映像倉庫に残らないんだけどアイスの口づけが一番最初にあるからそれを歌ってましたずっと赤ちゃんにコメントしたくてショールームを再インストールしたえありがとう赤ちゃんの配信受験勉強してて気分沈んでる時に見て元気になったえ嬉しいそんなこと言っていただけて嬉しいです今年のハロウィンはどんな格好をしてくれるんだろう楽し,たたたた楽しみ楽しててね <laughs> はい そうなのマジで事故大丈夫だって本当に一瞬だったのこう扉の前で配信してたんだけどさっきも話してたようにこだ仮にここが扉だとしたらこう開けて本当にもに開けた瞬間にバーンって押さえつけたのでもう映った時間は0.001秒くらいだったんですけどマジで焦りました <laughs> はい本当にコロナ前だっけ覚えてないけど まさかがこの部屋で寝てる配信もありましたね起こしましたそう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 その中坂で調べたら雨風呂出てきたちゃんと出てくるんだね嬉しいし先週初めてショールーム出会ったけど本当におしゃべりが上手でお顔も可愛いということで嬉しいですそんなこと言っていただけておしゃべりは大好きなんだ <laughs> ショールーム切り抜き配信から今に至ります切り抜きもね あの今もやってくださってる方たくさんいらっしゃるんですけど本当に大きな影響だなと感じております中坂さんが面白い子だって知れたのはショールーム配信のおかげですそう意外と猫かぶってるんですよステージ上では猫かぶってたんですよ今はだいぶもうなんか爆弾発言とかしますけどゆずぽさんあみちゃんももたんさんちゃんと朝配信組が強かった確かに中坂も一時期してたんですけども本当に起きられなくなりました 新参者なのので昔そう言っていていただけてもともと、ねはい、もこんな,なんかギャップがすごすぎて多分ハマったっていう方もすごく多かったんですよ。中坂はもうステージ上では全然真面目な子みたいな感じだったからなんか「えっふあんな感じの中ちゃんがショールームではこんなことするの?」みたいなののギャップでハマった方もたくさんいらっしゃると思うんですけど今は普通にもえ「あやかちゃんってバカじゃん!」とか言っちゃうからもうねよくないですね。<laughs> 9時45分に塾を出て終わりの15分で見てたの懐かしいということねえう、ー、しい9期のオーディションオーディションの時のショールームで気になったのやばいねそうそうその後冷静に配信続けた続けたと思います見,見ないでくださいその頃の画像なんて <laughs> はいそうなのそうなのまとめられることもありますまとめられて喜んでたアイドルですからね「<laughs> まとめられたんですよ!」とか言ってたんですよ ショールームでは本当にずっとクソガキだったというもう一生こんな感じです配信ではっちゃけてたギャップから入りましたお今のリーナちゃんと一緒やなだからリーナちゃんもそのうちあの蕾組の MC に入ってきて「ゆうねちゃん本当はめっちゃバカなんですよ」とか言い始めちゃうかもしれないですからゆうねちゃんが本当にバカか分かんないですけど封印されたもの忘れ忘られられがちキャラマジレス気質 隠蔽ソング実質楽器ガチ恋アンケート <laughs> 何気になるんだけど詳しく教えて詳しく教えて自分はこっちの仲坂が基本でしたまだ劇場では面白さが半分くらいしか出てない本当にそう <laughs> 実質楽器はもうずっと言ってましたねあ私実質楽器なんですよみたいな一生言ってました本当新垣結衣さんに謝った方がいいと思います 劇場でいてくださいあの劇場公演ではあの私は「つぼみ組」っていう、まあ、つぼ恋するつぼみっていう楽曲をやってるんですけどつぼみ組の MC は本当にはちゃめちゃなことがあるので、ね、と将来なりたい家電とか <laughs> いつかなってみたい魚とか植物になるなら何がいいかとかなんか本当に誰が考えつくんだここな、MC、みたいいとしてますはそうなのそうなの。そうなの もしますね、初めて完売出た時の発射ぎっぷりはこっちも嬉しかったそうな、あのー、さ今はあの今回のトーク会すごい今フル部数って言って全日程5部あ,ある中であ,のありがたいことに完売も出てるっていう本当にこれはすごい状況なんですけどもう4年前の中坂はまだ一部しかなかったし完売っていう文字すら見たことがないそんな状況でしたので。え本当になんか こんなことを誇らしげに言うことでは全くないので誇らしげに言うつもりはないんですけど多分おそらく SKE で一番人気がなかっったた4年前だったと思いますでもそれでも応援してくださってる皆さんがいらっしゃったしその頃から応援してくださってる皆さんのおかげで今の中坂があるのでもうその頃から応援してくださった方もその間に好きになってくださった方も,も皆さんに感謝ですね。 最近あゆかぴょんがかわいそうになるでも愛花ぴょんはかっこいい一面ばっかりなんですよ S でなんかマックを頼む時とかもなんかみんなで食べるポテトはいつもあゆかぴょんがお金を払ってくれてたりなんか S のメンバーたくさんと後輩全員あゆかぴょんの後輩だったんですけどご飯行った時も「いや愛花ぴょ出すよ」って言って「ご飯ごちそうしてくれたりとか,なんかすごい男気を感じますかっこいいんです。 はい、帰国ですそそうそう <laughs> <laughs> 初めて5,000人超えた時は興奮して近所を走り回った今も走ればいいのに 尻に行かなきゃ本当に痩せたい痩せたい。後輩からどうしたら部数を増やせますかとか相談されたりしますかしないですそんなことはされないですしないですよねされないです全然その頼り頼りがいのある先輩ではないので全然。 だからなんかそのアイカピョンにもいつあお返ししなきゃいけないなっていうのはすごく感じるんだけど、アイカピョンとかからしてもらったことを私も後輩にできるようにこうアイカピョン見て学ばせてもらってます。ニアジョイはまだあんま聞いたことないですね。そうなのそうなの。 中 <laughs> ち,ちゃんとの出会いはナイスとーミーチュー歌手そのものなのよナイストゥーミーチュー好きですね私もそうそうなのであのショールームを通して皆さんと、まあ、結果今こういう形で出会えたり思い出を作れたりっていう本当に4年間中坂の生活で欠かせないものではあったのでこれからも頑張りたいと思います <laughs> 好きなアイドルでもただの本当にガチ SK オタクなので SK 以外はあんま分かんなかったんですけど今まで最近だと現場に行ったのは日向坂さんくらいですかねそうそうそんな感じですまあそうだな4年を振り返るとそんな感じかなまあでも中学3年生がさ高校まで卒業してしまっているんだから恐ろしいよね 歌はないですなぜならイヤホンがないからこんな4周年配信らしい配信になると思わなんだということでなんかでもすごいなと思います本当にこの1年でまたなんか毎年毎年そうなんですけどショールーム始めた頃から1年経った時もこんなに中坂のショールームを見て見に来てくださる方がいると思わなかったしなんかこんなにも中坂のショールームでなんか。 たくさんの方が中坂のこと好きになってくれると思ってなくてショールームが始まった1年後のトーク会で初めて完売が出たんですよ確か私の記憶が正しければそうなんですけど毎日アイドルを始めた1年後の配信で初めてトーク会で完売が出て、ま、当時は一部だったんですけどでそっから一部で完売がほとんど完売だったんですよね多分。 と12ってやったから、まあ、全部で9部あったんですけど10部あったんですけどうち9部完売とかだったからその次のとシングルから2部とかになってみたいなそんな感じでも徐々に徐々に増えてったんですけどなんかもう1年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 ってこう1年経つたびにあこんなにたくさんの方が中坂のこと好きになってくれたんだなとかこんなにたくさんの方が来てくれるようになったんだなみたいな感じを。 すすごいやっぱ痛感しますあもちろんねいなくなってしまった方もいらっしゃるんですけど4年間でまあまあ去る者追わずじゃ来る者拒まず去る者追わずというか皆さんにもそれぞれの新しい出会いがあると思うのであのそこに関しては中坂にとやかく言う資格はないと思うのであれなんですけれども、まあ、こう新しく好きになってくださった方がたくさんいらっしゃるっていう現状が本当とにうしいなと思います。 戻ってきた人もいますしということでありがとうございます反抗期は全然終わらないです親に対してはいつでも反抗期今はもう一人暮らししたいが口癖です、はい、そうパパ坂さん以外に映っちゃいけないものが映ったことはあるのもうそんなのたくさんありますよね皆さん何度外カメになりそうになったかみたいな もう中坂さんはもう外カメになったら、結構アイドル人生終わると思ってるので。もう外カメにならないように四年間努めております。<laughs> はい、もうできないのはわかってるんですよ。もうしたいなが口癖です。 某番組みたいにわかんない某番組が <laughs> はい外カメは危ないそんなにヤバいのまあ皆さんのご想像にお任せします 皆さんのご想像に夢と希望が詰まった外側になっております <laughs>、はいまあ、早く4年も経ったしそろそろじお片付けができるようにもなりたいなと思いますいや本当に一人暮らしってお金がかかるって聞くから一人暮らししないんですけど。 イエーイ <laughs> 今日はこれでご飯食べに行きました <laughs> まあ近所やしええー、かーって言ってこれ着てだから背中にシャチモナカを背負って行きました愛と勇気もありますかいろいろ詰まってます中坂にはこのプクプクほっぺにもいろいろ詰まってます 朝起きれないんだよね今日もあの7時半にまさかがお家出てって1人だったんですけどそっからむけ <laughs> 寝たの目覚ましもかけずにねでそしたらなんかいい夢を見てたんですよ何の夢見てたか思い出せないんだけどいい夢を見ててなんかずっと携帯が鳴ってるのブーブーブーってでなんかその時に終わったって思ったの絶対にマネージャーさんからの電話で今日お仕事だったから午前中絶対マネージャーさんからの電話で。 中坂さん集合時間ですけどまだ来てないですかみたいな大丈夫ですかみたいな電話だって絶対にそうだって確信してて終わったと思ってもう出るのをやめてももう一回寝ようかなみたいな <laughs> もうもはや間に合わないしもう一回寝ようかなって思ったんだけど一応出てみたのそしたらねお母さんがね電話で起こしてくれてましたマネージャーさんからの電話じゃなかったのよかったもうマジで生きた心地がしなかったよねその音を聞いた時の <laughs> はい まさ、あ、かさんがどうせ寝てるだろうっていうことで <laughs> はいどうせどうせ寝てるだろうっていうことでかけてくれてて本当にもう神だと思いました <laughs>、はい本当に本当にいつもそういつも大事な時に電話してくれるの神だなって思いますね 止まらないスクショタイムをよく考えたら斬新だよねということは確かに中坂のスクショタイムは止まらないのでそうそうなのそれでも反抗しますままさかに。 ということで、今何時ですか二十三時十分くらいですか?。生写真の撮影は。うん、止まらないかもしれない。起こそうとした時に、立ち位置覚えてるからと、怒りながら答えてたこともあったね。ありましたね。そんなことも。二十三時八分、じゃ、十五分になったら、終わろうかなと思いますので、十五分まで、お話ししましょう。まったりと。 まあ4周年振り返るとそんな感じかなと思います中ちゃんこんばんは宣言通りチームエスメニュー1回目チャレンジで中ちゃんを自引きしたよということ、えー、ありがとうございます嬉しい嬉しい嬉しいままさかさんに似てきたあそれはもう気のせいすぎるから眼科行った方がいいと思いますアディショナルタイムは15分15分 !?15 分です この楽しい時間がずっと続くといいなって思っていますということで、まあ続くと思います。とりあえずは中坂が SK を辞めるまではね。<laughs> 辛辣、辛辣です。もうマジで私、ままさかに似てるって言ってきた人全員に言ってます。ままさかごめんね。5周年に向けての目標とかある 目標かなんだろうなでもまあだらだらと続けていくこともよくないと思うので、まあ、何かしら目標は立てていきたいですけれどもちょっとまだその目標は見つかってないので決めていきたい考えていきたいなと思いますはいお母さんの前で見てたらちょっと興味出てきてくれてうれ推しとして嬉しいそれは嬉しいなそうそう 小さい時のまま坂がもう美恵ちゃんだったでしょ似てないから一ミリもやめてくださいそ <laughs> そうそう。今日美恵ちゃんの声が聞けてよかったということありがとうございます <laughs> まあみんなが思い描いてる中坂とは意外とかけ離れてるような反抗期ですけれども まあショールームではいつもこんな感じなのでこれからもよくよろしくお願いします。並ぶと親子ってわかる感じ私は分かんないと思いますけどなんであのなんでこの遺伝子からこんなに美少女が生まれてきたんだろうってずっと思ってます。おすす明日は勝てるように L お願いします頑張れと次、SC はい <laughs> <laughs> 大丈夫もうマまマ坂とパパ坂見てないからあパパ坂は見てるマまマ坂さんはいないねいないねいないいない,いない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 ないいいなな今日途中までね結構いいところにいた、ね、はい 娘は父に似るよねってでも性格はすごいパパサカニらしくて <laughs> 全然不名誉 <laughs> 全然不名誉なんですよ顔はママさかにの性格はパパサカニだからちゃんとハイブリッドされてます以前はおにぎりの好きなグランキングとかやってたねやってましたねお寿司とかねやってたね鍋とかね懐かしいそれをアメブロに書いてましたそう <laughs>「不名誉」って言わないの でもマジで「パパ坂にでてきたよ」みたいな「直した方がいい」<laughs> そうマジででも自分でもなんかこれそういうところパパ坂だよみたいな言われて確かにと思ってなんかもう反省しますでも直らない <laughs> 確かに MBTI してもらおうかなパパ坂に文章読むの好きじゃないからさあんまりやってくれなさそうちょっとやってもらおう みゆはエンターテイナーじゃないわ冒険家なのででもうなんかイい,いっぽくないんですよパパサカさんは愛っぽい、はい、パパサカさんはもう全然俺をネタになんかちょっとネタにされると喜ぶタイプだから全然ネタにしてもらって大丈夫です 最近パパ坂さん出張が多くてあの今日久しぶりに会ったんですよ9月の頭からいなかったからもう約1か月ぶりくらいのパパ坂だったんですけど痩せてました出張行くたびに痩せるんですよそうそうパパ坂さんちょっとかわいそうでもパパ坂さんはなんか今日なんかパパ坂さんのかわいいところは出張行くとなんか食べきれないくらいの量の お土産を買ってくるところなんですけど、なんか今日もうすごいたくさん買ってきて、たくさん紹介してくれました。<laughs> こうやって中坂は丸くなっていくのです。なんかすごかった。なんかいつもそうなんだけど、今日もあのちょっと長坂さんがお出かけしてたので、あの長坂とご飯食べに行ってたんですけど、なんか。 頼んでないのにこっちは全然頼んでないのになんか「お前の分の寿司も頼んどいてやったぞ」みたいな感じなのねで「なんで?」みたいな <laughs> なんか私はあもうあと一皿でいいかなお腹いっぱいかなと思ってこういいバランスを見て自分でこう頼んでるのになん <laughs> でかわかんないんだけどなんか「お前の分」とか言って頼んでてあありがとうみたいな <laughs> なんかさそんなこと言われたら「いや無理だよ食べれない食べれない」食べれないとか言えないからさ ありがとうみたいなあ,ありがとうみたいな <laughs> 食べたけどさ普通になんか不思議で可愛いいところあるなって思いますね。<laughs> そうそうということで23時15分なのでそろそろ終わりたいと思います。 珍しく長ズボンを今日入ってます。何でだろうアンパン洗っちゃったからか。よいしょ。頑張ります、ご周年に向けて。終わります。いきます 白の本さん、ハートタイヤキング池田さんお花お花束オーマーシャンライフ中坂パジャマさんたらのむたらの音符オーマーシャンライフ中坂パジャマさんたらの音符かき氷さんラブレッター中坂パジャマさんたらのむラらの音符たらの着ぐるみさんネインボハン,ガハンバーガーハムハムさんシルバータコさん、えー、おばけさん4周年おめーお花がついた文鳥 4周年おめえとシルバーハートハンバーガーハムハムさんハートペンギンさんシルバーハートおルーさんハートハートピンクのアザラシさんシルバーダルマムキムキ町ワンちゃんさんレインボートラの毛ぐるみさんレインボートイプードルさん4周年おめピンクのアザラシさんシルバールマえおルーさんだるまだるまルールネコさんシルバーダルマえー さんハート、ベイビーさん、シルバータコさん、中坂サカパジャマさん、ヨシュー周年おめお花さん、ハート、トイプードルさん、シルバーハート、お花さん、ハート、ハート、ピピピピさん、マリー、ルヌネコさん、シルバーダルマ、ズナマンさん、シルバーハート、ビックリマンンさん、ハート、バレンタイン、中坂さん、ライフ、トートエセギさん、可愛いバレンタイン、中坂さん、レインボー、ナシンガヒルさん、シルバーハート、トイセギさん、ミドルマ、トイプードルさん、シルバーハート、シルバーハート、ルヌネコさん、シルバーハート、中坂サカパジャマさん、ハート、桃太郎さん、シルバーハート、ピピピピピ カカジャマさんハート、だるまさんハート、ルンルンねこさん、お花、ウキーさん、だるま、ピピヘピさん、4周年、おめえ、おばけさん、シルバーダンシング・がヒルさん、シルバーハート、パンダさん、だるま、ストロベリー・ニャンコ・マカロンさん、4周年、おめえ、クロミちゃんさん、シルバーダルマハート、ルンルンねこさん、4周年、おめえ、ピピヘピさん、タラオンのおんぷブブグぐさん、ハート、白のくまさん、シルバーダルマ ピピヘさん、ね、インボ白のほにほにさんハートハートピピヘプさん4周年おめ白の熊さんね、インボー濯ンタケノ,ノさんハート12周年のあばさんシルバーダルマ、ピピヘプさんマリーアジサいねャさん結婚してかわいい4周年おめ洗濯タケのこさんシルバーダルマ、カ、え、メ、ー、さん水色のだるまアイスクリームさんうまーちゃんとトリプルポップだえー あじさニにゃにゃさんマリー、えー、ピピヘビさんタランのオプシロのホにャンニさんハート、えー、ズンダマんさん4周年オメるヌねこさんかわいいメイク持ってる女の子こさん4周年オメナカ坂じまさんシルバーハートピピヘビさんタランのオありがとうございますほかにもギフト投げてくださったみなさん本当にありがとうございますイエ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 イということで今日も皆さんたくさんのギフト本当にありがとうございますイエ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 イということで今日もありがとうございますたくさんのギフト本当に 他にもね多分ギフト投げてくださったたくさんいらっしゃると思うので本当にいつもありがとうございますそれでは続きましてランキング読みたいと思います今日の中身73位は「デカデカデカデン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 バン」「桃太郎のアバターのヤスさんさんですありがとうございますイェーイありがとうパチ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  それでは続きまして20位から読みたいと思いますいきますせーのみーずーさんとも dd さんむめーさんみどりのおっちゃんさん山田あるさんみずのねさんとみっちさんありがとうございますということで今日の20位から10位の皆さんもありがとうございます続きまして13位から読みます13位えーぐ グリズリーさんありがとうございます。トイプードルワン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 。十二マサトシさんありがとうございます。キラキラ光るピカピカ。十 <laughs> 一ユウトンさんありがとうございます。バナナブーブー。十位長ペさんありがとうございます。ベイビーベイビーベイビーパブ。九位はミさんありがとうございます。アイスクリームパクパクパク。 <laughs> 8位サクキリさんありがとうございます水井さんにムーブムーサギ7位カツリンさんありがとうございますかき氷キー <laughs> 今日はいっぱいキーってなりますね6位マッコさんありがとうございますせーの絶対アイドルやめないでずっと 5位、総力戦さんありがとうございます。とらのぎぐるみがおーガプ。4位、朝ピロさんありがとうございます。限界ハムハムハムハモ、ハム3位、えー、お父さんさんありがとうございます。ワンワン、ワンワン。2位、シュンさんありがとうございます。こじこじだよ、こじこじだよ。 そして今日の1位は、どこどこど、どこどこど、どこ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 ドんでん !S873 おしさんですイェーイせーの、ガロウさんガロウさんガロウさんありがとうございますということで、皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方、星あギフト投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック、ダイフごとショールームのホラー、t w i t t とインスタグラムのホラー、アメブロのチェック、よろしくお願いしますということで、改めて皆さん本当に4年間、毎日、 4年間毎日見てくれた方とかいるのかな見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。まあ、来れる日来れない日そしてこの4年間の中で朝になったり夜になったり夜中になったりと紆余曲折ありましたが続けてこられたのはいつも見てくださる皆様のおかげだと思っておりますのでこれからもぜひ中坂の毎日アイドルを見届けていただけると見守っていただけると嬉しいなと思います。よろししくお願いします今日の3連単は なんか意外と4が強そうなんだけどどうもでも 20, 20かないや21かなやっぱうーん213721 21! あー残念2 1 3のということでこういう大事な日はしっかりと3連単を外していくスタイルでしたえー、7765盛り上がりもありがとうございましたまた明日からの まあ5年目も今日から5年目なんですけど5年目も楽しんでいきましょうよろしくお願いしますそれでは終わりたいと思いますせーのバイチャーじゃんけんぽんあっちてほい今日の合言葉はわっしょいバイバーイバイバーイいバイバーイ あスクショしとこうみんなにもスクショタイムおやすみバイバーイ